将棋将棋の先方拒否者角換わり後手番一手損角換わり後手番一手損角換わ,わりは将棋の先方で角換わりの一種対戦成績表などでは省略して単に一手損角換わりとも呼ばれる淡路人志茂が生みの親安部隆氏はこの手を指した淡路に思わず先生やめた方がいいですよと言ってしまったという青の照市は 淡路の寄附を見て随分とうまくいったとし、順位戦 A 級などで指し始めたという。青野によると一飛車でも角換わりは飛車先をつかない方が、手が広い意味があるが、序盤早々にわざと手損をするので、現役のプロ騎士では、ためらいがあったが、以前から南口、重和や小堀誠一らが、矢倉戦を避けるために、自分の好きな角換わりに持ち込むために刺されていたとし、 飛車先を保留する意味での作戦としては現在までなかったという。2004年頃から盛んにプロ騎士が採用するようになった。2007年の現役騎士が選ぶ衝撃の新手、新戦法ベスト10では第3位にランクインしている。瀬川昌司は一手損格がありがまだプロで指されていない。時にアマチュア競合の藤井真嗣に大会で指され、奨励会を大会して、 天大会に復帰した直後で、わざわざ行って損してきて喜んでいたが、うまく刺されて任されたという。その後プロで流行り、先見の民があったとしている。2005年の名人戦では、七番勝負のうち二局で、この戦法が採用された。淡路はこの戦法によって、第33回、マスダ構造賞を受賞した。また、将棋は従来先手が、若干有利とされていたが、 2008年度の日本将棋連盟公式規制において、503、497と微差ながら統計開始以降、初めて後手の勝率が先手のそれを上回った。青の照市によれば、この事件に最も貢献したのが、この後手外一手損角換わりであるという、角換わりの序盤において、後手が8五歩を省略するために早期に角交換する。 そのために、後手の上にさらに一手損するという、従来は考ええなかった戦法である。具体的には八五歩の一手を損したことにより、八五の歩が八四に下がっている形になるため、八五に桂馬を跳ねる余地があるなど、作戦の幅が広がる。これがこの戦法の骨子である。従来の角換わりには腰掛け銀、棒銀、早繰り銀の三戦法がある。以下では、 それぞれの先方の一手損角がありにおける展開を記す。角代わり腰掛け銀とほぼ同様。ただし、いわゆる角代わり腰掛け銀同型になった時、後手の飛車先の負が8 5で中84にあるため、8 5系からの反撃が可能になるなど指し手の幅が広がり、研究の幅が広がった。従来の8 5歩型と比較して、同型腰掛け銀においても純粋に、 後手読というわけではないが、手が広がっているため、先手に一方的に主導権を握られる展開を、ある程度は避けやすい。随一は、大正6年10月の先手、土一太郎後手、坂田三吉戦。この一戦で、坂田が当時としても珍しい一手損角代わりを採用している。局面は、随一の四五歩に、後手同歩に四歩同歩三五歩四三金右。 4、四一角、3、5、5、7、4角なりと進んでいる。当初は、先手も後手も特に工夫することなく、素直に通常の角があり腰掛け銀に組んでいけば、レーズのような局面になり、この順で指すことも、結構多くあった。この局面は2003年竜王戦本戦の先手、谷川浩二対後手、山崎高行戦で初めて現れ、以降、しばらく先手が8連勝する。 以降の通算でも2010年までに先手が28勝15敗、勝率6割5分1厘となっていた。ただし1998年以降に限ると11局刺されて後手が6勝5敗と勝ち越していく。以降は先手の対応は早ぐり銀や棒銀に移行し、先手にとって最後の手段と化していった。イメージと読みの将棋館にでは、 レーズの場合、後手陣が8五桂と飛べるのが大きく、谷川浩二は、先手の得がこの順ですでに消えているとしている。さらに渡辺明は先手から7五歩と、桂ツ頭を攻める手がなく、後手陣は右辺だけで受けるので楽になっているという。羽生善治は先手が、若干苦しいと思われているのも、一因と見ており、 佐藤康光はこの局面から四五歩が差しにくいとしている。先手側からすれば、後手の手損を直接的にとがめるため、早い展開に持ち込もうと考えるのも当然である。腰掛け銀に比べ早く戦いを起こせる棒銀で挑めば、手損している後手は当然不利になるのではないかと考えられ、試された。しかし、先手棒銀は、 従来の角があり方で勝率が芳しくなかったため、一手損でも、ある程度後手荒れると考える人が多く、有力ではあるものの明快な対策にはならないようで、ある。また、先手棒銀の展開の場合、一手損したがゆえに八四歩の形であるため、一筋での銀行交換の後、六六角から八四甲という攻めの筋を消しているのも一手損の効果の一つである。 特にレーズの長久戦は1999年度の第22期竜王戦決勝トーナメントの森内、俊行対、羽生ヨシ戦などで現れた。森内羽生戦では一五歩道、不動銀、同行、同行一三歩一二歩に、後手の羽生ワに銀打はあまり良い印象が持っていない、ためにに銀とした。森内も銀打であればしばらくは玉型の整備であるが、こちらの方がすぐ戦いになって怖いという。 二二銀以下は二四歩同歩同比に三銀だに八比一二銀に四歩六三銀五六角七、四角三四角二三歩二七甲と進んで乱戦となっていったため、先手が好んで刺す順かどうか難しい面があるという。一方でこの将棋手順は後手が避けることが難しい。この局面の出現から2010年3月までに公式棋戦で四局刺されて、 先手の参照戦日手という結果が残る。意外と刺されていないので、未知の部分が多い。やはり後手の手損を咎めるために早繰り銀も有力であり、一時期流行していた。当初は、この早繰り銀を避けるため、後手は一筋の端歩を打診された時に受けずに駒組みを進める手が多かった。ただその場合先手が一五歩と端を突き越せるため、 一五歩型先手右玉という手段が有力になった。現在は、あえて早繰り銀を避けずに、後手が八五歩と今度は手損したはずの歩をあえて伸ばし、早繰り銀に対して相性のいい腰掛け銀で対応する手法などがあり、明快に先手よしとするまでには至っていない。レーズの局面は特に出現時から2010年3月までに刺されて、 先手の25勝44敗と先手が悪い結果となっているため、先手がやりづらくなっている。結果この局面から24歩は刺しにくいとし、79玉が多くなった。いかご手が86歩同歩同秀で24歩同歩、77角や24同銀などのほか79玉に変えて34歩なども刺されていく。藤井岳氏や森内俊之によると、 先手の飛車の小瓶が開いているのは弱点になって狙われやすくなっていることに加え、後手の飛車は工房の高位置で飛車の安定度であるとしている。ありがとうございます。